玉漁日玉漁の碑文は、第二直し、第三代琉球国王、昇進王が創建した王家陵母、玉漁の外庭にある石碑に刻まれた文、陵母の被創者の資格を金書きで記したものである。碑文によると、石碑は大明工事十四年九月大吉日に建てられた。沖縄に現存する石碑では、二番目に古い金書きで記されている。碑文の内容は、 玉漁に埋葬されるべき悲壮者の資格について述べたものであり、全文は以下の通りである。玉おとんの日の門首里おきやかもひかなし、マーカとたる、しよりの身をみことお一人よそいおとんの大安し、おきやか、ごひとり聞こえおきみの安し、おとちとのかもいかねごひとりさす、かさの安し、まないたる、ごひとりちうくすくの安し、まにきよたる、ごひとりみやきせんの安し、 まも、いかなご一人リコエの安ンまさサフロカネゴヒトの安ンまさサフロカネゴヒとリトヨミクスクの安し、重い二タカこのごスは千年万年に至る。待て、このところに、おさまるえし、もしの地に、あらそうふにあらは、このすみみるえし、このかきつけそむくひとあらは、天にあおき、地にふしてたたるへし、大民工事十四年九月大吉日救名の、悲壮資格のあるものをかきつけているが、 この秘文の本当の意図は、昇進王の長男、昇正,正子王、浦添王子長万が葬られるのを排除することを目的にしているとされる。朝サマンは昇進王の長男で生死であったが拝着され、大いにつくことができなかった。この秘文は、昇進王の母である予天五天の意向を組んで刻まれたとも言われている。王位継承をめぐっての一族内の争いがあったことを示唆している。 昇進王の後、小正王が即位すると書き付けに反して朝晩を玉料に移送した。ありがとうございます。